今何されてるんですか？先週この土壁を皆さんに手伝っていただいて漆喰塗りをして、今日はこの板の壁を今から作ろうかなっていうところです。また何ヶ月ぐらいかかりますか？いやもうあと1ヶ月で、20日まで、ちょうどあと1ヶ月で綺麗に。Since Mitalay was selected as an important preservation district in 1994, weekend houses have increased due to the aging of the population. Since 2017, Xiaosai, a week-long small-scale community-engaged art festival, has taken place with the aim to revitalize the area's diminishing fortunes. It exhibits artworks paying homage to local islandscapes and employs local cultural heritage as a key element. We have chance to interview the core organizers and a few artists to ask their impression about Xiaosai. 自分は、絵描きで、4年前にギャラリーをここを立ち上げて、で、みたらいを中心に、まあ、飛島街道のみたらいの街並みをスケッチしたり、水彩や油絵に、したりして活動している田中幸男と申します。田中香織です。田中幸男の妻です。詳細は、まあ、表に立ってもらって裏方を引き受けて全部やってるって感じです。そうですね。でも今やっぱり頑張ってくれてるのは、その田中さん界隈というか、見たらいを中心にしたイベントっていうのが多いかなと思いますね。やっぱり観光客の人も見たらいを目指してくる人が多いっていうのもあるのかなとは思いますね。詳細は2017年から始まる。17年からですね。17年は公募展だけだったんですね。そうですね、公募展。公募展だけをやって、2年目からは、ちょっともうちょっとしてどこかで展示しようかなみたいな。いろんな作家さんを知り合いの作家さんから始めて、でいろんな空き家を利用して展示してもらう、いただくっていうスタイルを2年目から始めました。それのアーティストさんたちはちょっと少しご紹介していいですか？一番中心になる作家さんは今の3人です。そうですね。で、毎年新しい、また今年も新しい作家さんが少しずつ増えてきて、いろんなつながりを呼んで、少しずつですけど、みたらいに魅力を感じて、そのみたらいを中心した作品を作ってくださる方が少しずつできてきた。プロとかアマとか問わずに、本当にアートが好きな人が参加できるっていうのが、まず一つの魅力かなと思います。でもやっぱりこう来てくれた人に瀬戸内の良さとか、この飛島街道の良さみたいなのが伝わるような、やっぱりこう海とか自然が多いので、そういったのをこう落とし込んだ作品を使用祭で発表したいなっていう気持ちでいつも参加してます。なんか小さいけどなんていうか、作家さんとの距離が近くて、まずは、一番最初に声をかけたのは、やっぱりお隣の島で活躍している織手千世さんに一緒にやりませんかっていうことを、お誘いして、タイプはイラストレーターさんですね。で、あと焼き物とかもされてるので、イヤリングとかそういう、可愛らしいアクセサリーとかがいっぱい、焼き物で作ってる方なので、でワークショップとかもできるしでお誘いしたんですけど、観光客もそれぞれ多分目的があって、純粋にこう海見に行こうとか美味しいものを食べに行こうって人もいるし、やっぱりその中でこうちょっとそこにアートが入ってくるのっていうのが、楽しみにしてくれてる方も多いかなと、やっぱりそれを使用祭を目指して来てくれてる方は多いのかなと思います。その前から
私たちフリーギャラリーっていうのをやってまして、うん、アートフリーギャラリーって言って1日だけみんなが自分のものを持ち寄って販売するっていうのをやってて、うん、それに賛同してくださってた方が、うん、川手和美さんとか宇佐小町さんとか 今もちょっと上がってるんですけど、川手和美さんは点描画の、うん方で、呉市美術館でも講師をされてる方ですね、はい、で、とてもあの御手洗を盛り上げるのを、うん、なんかね協力してくださって、うんうん、影のリーダーですね。そうですね、影のリーダーぐらい、うん、すごくあの相談にも乗ってくださるし、階層とかもいろいろ床とか詳しいんで、うんはい、いろいろ教えていただいたりしてるので、うんはい、サッカー兼あのハムスタッフのスタッフ、うんはい、一番頼りにしてます、ね、であとうさこまちさんっていうのが、うんうさぎを、はいモチーフに日本画でイラストを描くっていうちょっとあの変わった思考の方なんですけど、うんうん、大久野島でも、うんあのはい、そこのショップで、彼女 の, あのイラストをで の, あのなんか小物を売ったりとかしてますか、はい、岡村島 の, あ、はい、あの石前食堂をされている、はい彼女が、強く弱く生きていくわっていうアーティスト名なんですけど、うん、彼女がいろいろ一つ部屋を使って展示してくださったり、インスタレーション、そうですね、インスタレーション立体作品の手がすごい、刺繍、紙に刺繍をしたりとか、うん、とあのもう現代アートなので、はい、すごく面白いです、ね、そうですね、いろんなジャンルの作家さんがいらっしゃるんですけど、うん、なんかみんな個性的で、でもみんな飛島街道に住んでるわけじゃなくて広島近郊からこう集まって参加してもらってるんですけど、うん、なんかそれぞれの、はい家がそんな大きくないもんですから良さというか面白さというか、なんかそれぞれがみんなこう離れたところから飛島街道とか御手洗のことをこう思いながら集まってきてるっていうのが面白いなと思います、うんまあ、音楽の方も少しずつね、うんうん、できればいいかと思っていますけど、うん、ちょっとスタッフがなかなかいないので一番の問題はあの音楽のスタッフがいない、スタッフというか実行委員は私ら2人と4人です、ね、4人、田原さんとか、はい、あの御手洗の、あのカフェをされてる宮本さん、はい、と、息子さんの息子さん4人が実行委員会なんで、うん、あとはまあ島の方が、うん、あの協力してくれたり、うんはい、あと学生さん大さんの学生さんとか、はいあの一律大学の学生さんとか、はいはい、若い人があのすごく協力してくれるので、はい、さっきあの納屋直した納屋と木屋とね、あの蔵とかは、はい、あの空き家になってるんで北川さんが何か使えるんであればっていうことで、うん、声をかけてくださったんですよ、はいはいうん、全面的に任せていただいてるんで、うん、だから あれだけの大きなことが、うんはいはいなかなかあそこまでこう、うん、ね開放していただけるっていうのはなかなかない空き家はたくさんあるんですけど、うん、なかなかそのコンタクト取るのも大変だし、建物が曲がってるんでこっちに曲がってるので、うん、なのでこれがきっちりはまらないこうなって中がこう、うん整理されてないというか物がたくさんあるので使えない、うん、あの貸してあげたいけどちょっと無理かなみたいな話もある、はいうん、みんなこういうところ塗ったら綺麗だよって言うんだけど、うん、時間がない、ね、人もいないお金もない、うん、もう二人で今やってるんで週末少しずつ進めて、なんとか20日までにはちょっと形にしないといけないんで、あまり細かいところはもう見てみるよ今回の悩みもやっぱりいっぱいあったんですけど、それをまあ自分たちであのなんとか片付けるっていうことで、はい、あの荷物を全部あっちに寄せて、今これでも綺麗になった方がいい、そう、すごい綺麗に向こうにあるものがそうそう、たくさんあった、うん、それ抜けるのが一切大変ですよね。そうまた何ヶ月ぐらいかかりますか。いやもう、うん、あと1ヶ月で、20日まで、ちょうどあと1ヶ月で綺麗に。田田さんの
作品はどこでも見ましたね。いや、そう、店の中、店の中、観光協会の中、参加されて、郵便局の窓の窓にもね、そうそうそうでもあれは、まあいいあの皆さんがすごくあの、うん、喜んでくださるんで、ちょっと調子に乗って入れるようになりました。2020年コロナの影響がちょっとご紹介してもいいですか。2020年はギリギリまで悩んだんですけど、まだコロナが感染がどれほど怖いものかがちょっと分かってなくて、うん、でも、3月に志村けんさんが亡くなってニュースを聞いて、あ、ちょっとやっぱりまずいんじゃないのっていう感じで、で4月に入ってちょっと 2,3 人はあの公募展に絵を送ってくださってたんですけど、受付始めてって、でもその受付したけどやっぱりそれを並べてみんなに投票してもらうっていうのが難しいんじゃないかなっていうことで、で、その送ってくださった方にはちょっとごめんなさい、やっぱりやめますっていうことでお返しして、で来年はやりますのでお願いしますって言って、で中止、もう全面中止しました。1ヶ月ぐらい前に、悩んで、そうそうそう、中止、もう全部中止にしました。そうですね。だからいろいろ準備していただいた作家さんにも誤りを入れて、そうそう、せっかくね企画展とかも考えてたんですけど、全部なしに。持続的なイベントが作りたいですか。まあ、まずはその三田台地区での潮祭の規模とか、作家の数とかは当然増やして、音楽も含めて大きなイベントにはしたいんですけど、それに加えて自分たちだけじゃなくって、そのゴールデンウィークに隣の豊島とか、もう飛島街道でいろんなアーティストさんがいろんなところでこうツアーのようになるような、もう大きなイベントになればいいなとは思ってるんですけど、まあ私たちそれは夢ですけども、それはもう自分たち4人ではできないことで、またし豊島なら豊島にそういうアートの作家さんとか、そのプロデューサー、プロデュースしてくれる方ができれば、音楽とか、自分たちだけじゃなくって、島全体でそういう、イベントができればというか、飛島街道をアートの島にできればいいなっていうのは、ひそかな夢です。地元の人ももっとこう関わってもらえるようなイベントになるともっといいなと思います。一番は、学生さんがやっぱり入ってきてくれると、それに伴ってやっぱり地域の方も興味を示してくれるので、学生さんがどんどん入ってきてくれたらいいなと思います。私たちだけがやってると、なんか、ああ田中さんがやってるんだねみたいな感じになっちゃうので、そうじゃなくて、いや見たらい気に入って、若い人たちが見たらい好きって来てくれてるんですよっていうのがあると、やっぱり地元の方は自分たちが住んでるところがすごくいいところだっていう再認識ができるし、すごい嬉しいと思うんで、できれば僕ら田中は陰に潜んで本当潮祭ってイベントですけど、個人個人作家が一つの空き家を自分でプロデュースする、またいろんな方が、私たちがまとめるんじゃなくて、一人一人が個別にイベントをするっていう感じで、その、総称が潮祭であればいいわけで、だから学生さんが独自で、コンサートをするとか展示をするとか、そういった家主さんと交渉して、一定期間こう展示で使わせていただくとか、そういうのは全て個々にやっていただけると、私たちも楽楽というか、イントロデュースは、導入のところは私たちが、紹介はしますけど、声かけて、そうですね、こんなのやりたいんだけど詳細で やってもいいみたいな軽いノリで言ってもらって、あ、いいじゃんいいじゃん、どこ借りるみたいな、ここあるよここあるよっていう。詳細の
アートイベントのテーマが全部瀬戸内海の文化と海の環境が含まれてテーマです、うんうんうん、はい、そうです。でもあまりその、うん、その歴史とか文化伝統にとらわれて作品を作るとみんな同じものができてしまうんで、うん、やっぱり作家がまた新しいなんか見たらいの見方とか、うん、瀬戸内の今の自分の感じを出していただければまた新しいその瀬戸内飛島が生まれると思うんで、うん、古い文化とやっぱり新しい若い子のその今の感性のであの作ったアートを飾っていただければ、はい、見る方も、ね、うん、楽しいんじゃないかなと思って、はい、やっぱ三味線があって、うん、サックスがあって、うん、いろいろこう幅広い、うん、こうアートイベントになっていけば、うん、もっと人はたくさん集まるんじゃないかなというところはあります。誰でも楽しい、うん、そうですね、か固まらないって、うん、なんかいろんな作家がいた方が面白いかな、うん、はい。